これからどうしましょう。嘘はつけませんし。まあ仕方ないですよ。当分はアベルのいない隙を狙うしかありません。そうですね。でも聖女様がこれほど人目を気にして悩むのは珍しいですね。私にはそんなことないのに。なんです？私がローレンの目を気にしないでだらけているのは、ローレンがそれを受け入れてくれるからです。他の方を警戒しているわけではありませんが、あなたは特別なのです。そりゃあしばらく一緒に暮らしてますし。そうですよね。でも少し安心しました。え？私の友人とはいえ、初対面の人にもだらけた姿でいられたら、私だけが知る聖女様が減っちゃって悲しいですから。お、そろそろ準備しないと。すみません聖女様。ローレンは正直すぎて